追尾ハリネズミのウニちゃんの、あ、どうぞ。あの今の血用オロ、血用のオロをね、少しサンプリングして、あのカバーグラスに伸ばして、ニューメチレンブルーというちょっと超簡単染色 で今100倍です。だからこれが40倍ですね。でまあ結構取れてるよね、細胞が。でこれを100倍、この辺を持ってきたいな、400倍と。そうするとこれ細胞成分ですよね。でまああの中身の中にこういう細胞が出てるわけですよ。多分子宮の内膜から剥がれ落ちてるやつだと思います。そうするとね、これ分かりやすいんだけど、こう細胞があって核が見えるじゃないですかね。細胞があって核、細胞があって核、細胞があって核、核と。そうするとね、まずね、正常の子宮の粘膜の細胞はね、核の大きさ一緒です。そうすると大きさ違うでしょ、分かります。これ悪性所見です。だからこの細胞、核があるとここ細胞質なんですよね。細胞質は普通白いんです。ちょっとここなんでかなり濃く映ってますよね、これなんか。細胞質がその塩基性に染まる、青く染まるというのもこれ悪性所見なんです。で、あとまあこれで核人まではわかんないよな。核の中にちょっとここ少し見えるね、これとかさ。核の中に濃いのが見えるの分かります、はいはい、これとか。ここは割とないですよね、はい、でも核の色は濃いやつは中に点々点々って、これはちょっと分かんないか。これも真ん中にちょっと濃いのが見えます。濃い、それは核人って言うんですけど、それも悪性所見です。だから結構パッと見て悪性所見っぽいのかなと思いますね。でこれもね、だけど4つ以上とか5つ以上の悪性所見があると悪性の腫瘍かなと言えるんですけどもね。それからあとここもかなり濃いですよね、細胞質が。で核も濃くて、核に核人っていう、そういう核の中にまたちょっと点が見えると。それからさっきなんか白血球が見えたとこあったんだけどな。ちょっと待ってくださいね。多分この丸いのはさ、あのでもちょっと中が見えないな、ちょっとはっきりしんな、それは。多分白血球系だと思うんですね、この丸いのは。それが要は炎症があったりねしてるから、あの抑えようとしている白血球が導入されていると思うんですよね、こういう丸いのね。炎症、人間でも炎症が起きると白血球が増えると。そう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 、それそれ。だから腫瘍があり炎症があると。下腹部の違和感はすごいと思います。これもうちょっと別のやつね。はい、大体こんなに細胞取れないですもん。結構きれいに取れてますよね、うん。で、まあ、さっき言ったように核の大きさがちょっと違う、濃さも違う、うん、こういうのだとこれぐらいだとなんか核人がちょっと見えてる、要は濃いのがね。それからこの丸いのはやっぱ白血球だね。白血球、要は中身ってことはさ、白血球の死骸なんですよ。だから典型的な白血球じゃなくても、白血球が仕事した後の白血球みたいな感じですね。白血球にもさ、核があるんだけど核が見えてないから、白血球の死骸というか、あ、これはそう、まさに白血球で、中に白血球の核があるからさ。で何にもこの見えてないのの方が多いから、それは白血球の死骸
これは白血球ですね、こういうの。これはもうちょっと小さな赤血球も入ってるでしょうね。と最終的に言うとこれぐらいが赤血球ですよ。でもうちょっと大きいのがこの辺が赤血球で、もうちょっと大きくなってくると白血球に、これは白血球で、まだ白血球の原型をとどめてますね。好中球っていう、これもそうですね、白血球で細胞成分。細胞成分の悪性所見になる、まあ、腫瘍細胞と白血球と白血球の死骸赤血球が出てました。出てますね、今のやつには。でまあちょっとこれ本当超簡単染色だから。